もお肌みなみちゃんです。今回も不正防止画面であるアンチパイラシースクリーンをレビューしていきましょう。本日は子供向けコンテンツのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。まずはチャッキーチーズのアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。まずはチャッキーチーズのアンチパイラシースクリーン。フナフの元になったピザ屋の番組を見ていると突然画面が暗転。うわぁ、君はどうやらチャッキーチーズの番組を海賊版で視聴してしまったようだよ。著作権法では海賊版は重大な犯罪だからね。詳しくはアンチパイラシーのページを見てね。安全のためテレビを消すことをおすすめするよ。と警告を受けてしまいますが、それを放置していると。君ってやつはテレビを消さなかったからチャンスを逃してしまったよ。でもチャンスはあと4回あるからね。テレビを消さないとまたチャンスを逃してしまうことになるよ。ね、君さ、本気で言ってるの？なんで俺たちの言うことを聞かないの？今君には3回しかチャンスが残されてないんだよ。この3回を無視したら因果を受けることになるからね。おい、ふざけんなよ。お前は俺たちのことを怒らせて何がしたいんだ。残り2回のチャンスでお前が変わらなければ痛い目を見るのはお前だぞ。おめえ狂ってんだ。まだ電源切ってねえんだ。こうなることを望んでたんだな。もうチャンスはねえぞ。悪いことが起こるからな。視聴者は一体どんな制裁をされてしまうのでしょうか。ということで、チャッキーチーズのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはスマイルプリキュアのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはスマイルプリキュアのアンチパイラシースクリーン。僕がプリキュアシリーズで一番好きなプリキュアは、ナチュラルパワーは野生の力、キュアゴリラちゃんですね。このスマイルプリキュアで初登場をしました。やはり他のプリキュアにはないワイルドさが可愛らしいと思います。キュアハッピーが変身をしているところでアニメに異常が発生。痛い、スマイルプリキュアが終わってしまった。信号が見つかりません。おっと、ここで番組から警告を受けてしまいます。おっと、海賊行為はスマイルプリキュアではない。スマイルプリキュアを見て著作権侵害に反対しているようだね。プリキュアのアニメをコピーすることは重大な犯罪である。著作権法。アニメプリキュアを参照してください。さらに詳しい情報については取扱説明書をご覧ください。テレビを消してください。またチャンスは5つあります。警告を無視して視聴を続けていると、ちょっと待って、すみません、なぜテレビを消さないのですか。あなたは今プリキュアが著作権侵害に反対していることを笑顔にすべきです。以上です。あと4回聞くチャンスがあります。でもスマイルプリキュアを見ると禁止される。スマイルプリキュアを見ようとも思わないで。わかりますか？今すぐテレビを消してください。まだチャンスはあるのよ。残りのチャンスについてはぜひとも元動画をご確認ください。テレビを消さないでください。これはあなたへの最初の警告です。冗談でしょ？これってキュアハッピー。なぜテレビの電源を切らなかったのですか？完全に逆のことを言っているような気がしますが、それを放置していると。ジャンプスケアまでのカウントダウンがスタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。キュアハッピーが視聴者をメッタメタにしています。よく言った。スマイルプリキュアのコピーをアンインストールし忘れたようです。そしてあなたはアニメから禁止されました。まあ海賊版反対派に耳を傾けなかったからこうなったんだ。永遠にさよなら。そしてゲームオーバー。ということで、スマイルプリキュアのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはディスカバリーキッズのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。
続いてはディスカバリーキッズのアンチバイラシースクリーン。番組を見ていると突然画面がフリーズ。海賊行為は楽しいことではありません。著作権法によりテレビチャンネルを海賊行為することは重大な犯罪です。詳細についてはディスカバリーキッズのページをご覧ください。テレビを消してくださいと、ディスカバリーキッズのキャラクタードキから警告を受けてしまいます。これを無視していると別の警告が。ねえ、君は耳が聞こえないの？繰り返すよ。テレビを消すように言ったのになんで聞かないの？テレビを消して、じゃないとさらに罰が降りかかってくるんだからね、とペッパピックからも警告を受けてしまいます。ディスカバリーキッズは犯罪者は視聴できません。ディスカバリーキッズは善良な子供たちのために作られたものであって、あなたのような犯罪者のために作られたものではありません。テレビを消してください。そうでなければ究極の罰が与えられます。究極の罰とは一体どんなものなのでしょうか。エラー画面が出現し、番組が終了してしまいます。ということで、ディスカバリーキッズのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。最後はディズニープラスのアンチパイラシースクリーンを見て本日は終わりたいと思います。最後はディズニープラスのアンチパイラシースクリーン。ミッキーマウスを見ていると、海賊版ディズニーは視聴できません。テレビチャンネルの著作権侵害は著作権法に基づく重大な犯罪です。詳細についてはディズニーのページをご覧ください。テレビの電源をオフにしてください。ここで切らずにいるとジャンプスケアが発生。ねえ君、私たちの言うことを聞いてないの？私たちはテレビを消すように言ってるのに、あなたはまだテレビを消さないね。テレビを消すか覚悟の準備をしておいてください。なんでテレビを消さなかった？お前は耳が聞こえないかなんかなんだな。罰を受ける準備はできているようだ。ということで、今回は子供向けコンテンツのアンチパイラシースクリーンを見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思ったら、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おすすめ。